源氏物語、源氏物語の登場人物、ヒゲクロの北の方、ヒゲクロの北の方とは、源氏物語に登場する架空の人物。ヒゲクロの元の北の方、あるいはヒゲクロの初めの北の方などとも呼ばれる。兵部教具の長女であり、ヒゲクロの最初の正妻であり、ヒゲクロより3.4歳年長。紫状は、イボ妹にあたる。 ヒゲクロとの間に、娘一人と息子二人を設ける。しかし、夫ヒゲクロとの夫婦仲は、あまり良くなく、しばしば感触を起こしており、もののけに取り憑かれているとされる。ヒゲクロが玉カズラを妻にすると二人の中は、決定的に壊れてしまい、娘のき柱を連れて実家に帰ってしまう。後に、息子たちは迎えに来たヒゲクロに引き取られるが、 薪柱はそのまま彼女の手元に残った。ヒゲクロの北の方は直接には以下の薪で登場し、本文中ではそれぞれ以下のように表記されている。ヒゲクロの年上の生災として登場する。母、四季武境ぐるの北の方は娘が幸せでないのを心配している。夫との仲はあまり良くない。夫が玉かずらに熱中するのを嘆く。ここ数年代物の毛に取り憑かれている。 夫が玉カズラと結ばれたのをきっかけに感触を起こし、雪の日に玉カズラの元に出かけようとする夫に一人の灰を浴びせかける。家事をしても治ることなく、夫婦仲が決定的に破局してしまい、父宮が引き取る形で娘の巻き柱を連れて実家に帰る。夫との仲はほぼ完全に切れている。普段は心を病んだままだが、正規の時には娘巻き柱が、 夫ホタル表部境遇との仲が良くないのを心配している。ありがとうございます。